これより連合委員会を開会いたします。会議録署名委員は先例により私から指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議ないようでありますので、大谷博光委員と樋口秀俊委員にお願いいたします。傍聴人は従前の例により適宜許可いたします。本日は関係部局長から議案説明を受けることとし、説明の順序は従前の例によることといたします。まず総務部長の説明を求めます。太田総務部長。総務部関係の議案につきましてご説明申し上げます。議案書の5ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算につきましてご説明を申し上げます。今回の補正は佐渡の金山の世界遺産登録を契機とした本県への誘客促進に必要な経費のほか、既定経費の振り替え等により当初予算編成後の自由による緊急性のある経費等について合わせて計上しております。その結果、歳入歳出予算それぞれ49億6185万4000円の増額補正をお諮りし、補正後の総額を1兆2938億9166万3000円とするものでございます。6ページをご覧ください。歳入予算のうちの主なものでございますけれども、第9巻国庫支出金につきましては農林水産業費国庫補助金等であります。第14巻県歳につきましては第4票地方債補正でご説明申し上げます。8ページをご覧ください。歳出予算でございますが、総務部関係は第2巻総務費の第2項総務管理費、第3項統計調査費及び第5項市町村振興費でありまして、能登半島地震被災地支援宝くじの収益金交付に要する経費等のほか、国庫支出金の交付決定等に基づき4037万5000円を増額するものであります。9ページをご覧ください。第11巻災害復旧費の第5項教育施設災害復旧費におきましては、能登半島地震により被災した新潟県立看護大学施設等の復旧に要する経費として4075万6000円を増額するものであります。12ページをご覧ください。第3票債務負担行為補正の1追加でありますが、1行目の税総合オンラインシステムの改修業務につきまして記載の期間契約するものであります。16ページをご覧ください。第4票地方債補正の1変更につきましては、災害復旧事業費の補正に伴い7000万円を増額し、合計額を2001億7100万円とするものであります。以上で総務関係の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。次に知事政策局長の説明を求めます。越中知事政策局長。知事政策局関係の議案についてご説明いたします。定例会議案の8ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算についてでありますが、知事政策局関係は第2巻総務費の第1項政策費について地域 ICT 推進事業のための経費として300万円の増額補正をお諮りするものでございます。以上で知事政策局関係の説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。次に水道局長の説明を求めます。菅井水道局長。水道局関連の議案についてご説明いたします。議案書の10ページをお開き願います。第109号議案、令和6年度新潟県一般関係補正予算についてでありますが、第13巻第2項の雑支出の補正額40億244万6000円のうち、
収入証紙の廃止に伴う還付に要する経費として、可燃土支出244万6000円の増額補正をお諮りするものであります。よろしくご審議のほどお願いいたします。委員長を交代いたします。委員長を交代いたしました。次に環境局長の説明を求めます。玉木環境局長。環境局関係の議案についてご説明をいたします。定例会議案の8ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算についてでありますが、環境局関係は2歳出の第3巻環境費第1項および第2項の合計で514万2000円の増額補正をお諮りするものでございます。主な内容といたしましては、熊類の指定管理鳥獣への指定を受け、熊による人身被害の防止に向けた計画調査、捕獲、人材育成を行うための費用について増額補正を行うものでございます。以上で環境局関係の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に防災局長の説明を求めます。原防災局長。防災局関係の議案につきましてご説明申し上げます。定例会議案の8ページをお開き願います。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算のうち、防災局関係は第3巻、環境費のうち第4項防災費におきまして、能登半島地震発生当時の津波避難行動にかかるアンケート等の調査や、原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路整備にかかる事前調査を行うための経費として1519万8000円を計上し、補正後総額を31億2151万6000円とするものでございます。以上で防災局関係の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。次に副証券部長の説明を求めます。中村副証券部長。副証券部関係の議案についてご説明いたします。定例会議案の8ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算の歳出でありますが、第4巻福祉保健費の第1項福祉保健費から第9項子ども家庭費までの総額3189万8000円の増額補正をお願いするものであります。これは地域医療に従事する医師の養成等を図るため、新潟大学医学部が実施する県内の地域医療等の理解を深めるための実習に対する支援のほか、国庫支出金の内需や事業計画の変更などに必要な経費について計上したものであります。21ページをご覧ください。第112号議案、令和6年度新潟県基幹病院事業会計補正予算でありますが、
第2条収益的支出につきましては、旧燕労災病院解体等に伴い、支出について1億2000万円の増額補正を行うとともに、第3条債務負担行為につきましては、旧燕労災病院解体工事委託にかかる債務負担をお願いするものであります。以上で福祉保健部関係の議案についての説明を終わります。よろしくご審議くださるようお願いいたします。次に病院局長の説明を求めます。金井病院局長。病院局関係の議案についてご説明をいたします。議案書の19ページをご覧ください。第111号議案、令和6年度新潟県病院事業会計補正予算についてであります。第2条収益的収入及び支出につきましては、医薬品の臨床試験にかかる受託収入などの前年度実績の確定に伴い、当該収入及びそれを財源とする研究研修費を増額するものであります。20ページをご覧ください。第3条継続費につきましては、表に記載のとおり、吉田病院改築事業について、事業計画の見直しに伴い、年割額を変更するものであります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。委員長、交代いたします。委員長を交代いたしました。次に産業労働部長の説明を求めます。野上産業労働部長。産業労働部関係の議案につきましてご説明をいたします。定例会議案の8ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算のうち、第5巻労働費の第3項雇用能力開発費487万8000円の増額を、9ページでございますが、第6巻産業費の第2項および第3項の計1155万8000円の増額と、10ページでございますが、第11巻災害復旧費の第6項職業訓練施設災害復旧費822万8000円の増額、合計2466万4000円を増額するものでございます。主な内容といたしましては、来年4月から開催される大阪・関西万博において新潟の魅力を発信し、交流人口の拡大につなげるため県産品の展示に要する経費を計上するほか、能登半島地震に伴うテクノスクールの修繕に要する経費を計上するものでございます。次に12ページをご覧ください。第3票債務負担行為補正の1追加の2段目、日本国際博覧会新潟県催事ギャラリーウエスト事業委託契約でございます。今ほどご説明いたしました大阪・関西万博における催事に関する債務負担行為でございます。以上で産業労働関係の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に観光文化スポーツ部長の説明を求めます。関根観光文化スポーツ部長。
観光文化スポーツ部関係の議案につきましてご説明をいたします。議案書9ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算のうち第6巻産業費の第5項観光費および第7項文化費につきまして総額2166万2000円の増額をお諮りするものでございます。主な内容といたしましては、佐渡の金山の世界遺産登録を契機として佐渡や県内他地域の魅力を全国に向けて発信し、本県への観光客の拡大と周遊を促すキャンペーンの実施に関する経費等を計上するものでございます。以上で観光文化スポーツ部関係のご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に農林水産部長の説明を求めます。久保田農林水産部長。農林水産部関係の議案についてご説明いたします。議案の9ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算についてでありますが、農林水産部関係は第7巻農林水産業費の第1項農業総務費から第6項畜産業費までの総額1億2205万9000円の増額をお諮りするものです。主な内容といたしましては、来年4月から開催される大阪・関西万博における錦鯉をはじめとする県産品の魅力発信に要する経費のほか、8月に発生した豚熱の貿易対策に要した経費等を計上するものであります。次に12ページをご覧ください。第3票、債務負担行為補正についてでありますが、農林水産部関係は1追加のうち、上から3番目の水産海洋研究所村上種苗生産業務施設急速ろ過槽更新工事請負契約について、老朽化したろ過槽の更新のため、債務負担行為の追加をお諮りするものでございます。以上で農林水産部関係の説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。次に農地部長の説明を求めます。野中農地部長。農地部関係の議案についてご説明させていただきます。議案書の9ページを開きください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算ですが、農地部関係は第7巻農林水産業費の第9項農地管理費及び第10項農地基盤整備費において合わせて4億9130万8000円を増額補正するものであります。これは電気料金の高騰等の影響を受けている農業水利施設について、施設管理者が行う省エネルギー化に向けた取り組みを支援するために必要な経費を計上するほか、国の補助事業の内需等に伴い、所要の補正を行うものであります。次に15ページをお開きください。第3票、債務負担行為補正に変更ですが、農地部関係は一番上の県営経営体育成基盤整備事業長江地区工事請負契約でありますが、事業計画の変更により限度額を増額するものであります。以上で農地部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。委員長を交代いたします。
委員長を交代いたしました。次に土木部長の説明を求めます。深田農地部長、土木部長。土木部所管分についてご説明申し上げます。定例会議案の9ページをご覧ください。はじめに第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算でございますが、第1票歳入歳出予算補正の2歳出のうち、第8巻土木費の第3項河川海岸費から第6項建築費までの計1億7,749万7,000円の増額を計上するものでございます。これは旧燕労災病院の解体に要する経費等を計上するものでございます。次に11ページをご覧ください。第2票継続費補正の1変更でございますが、県道柴田津川線緊急地方道路整備事業につきまして、総額および年割額の変更をお諮りするものでございます。次に12ページをご覧ください。第3票債務負担行為補正の1追加でございますが、土木部所管分といたしましては、上から4番目の一般国道352号緊急地方道路整備工事請負契約から14ページに参りまして、下から3番目の旧燕労災病院解体工事請負契約までの25件につきましてお諮りするものでございます。次に15ページをご覧ください。に変更でございますが、土木部所管分といたしましては、県道柴田津川線仮設橋賃借契約につきまして期間の変更をお諮りするものでございます。次に39ページをご覧ください。第116号議案、新潟県営住宅条例の一部を改正する条例についてでございますが、佐渡市内に所在する老朽化した折戸住宅および住屋町住宅につきまして、県営住宅として用途廃止するため、所要の改正を行うものでございます。土木部関係は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に警察本部長の説明を求めます。滝沢警察本部長。警察本部関係の議案についてご説明をいたします。定例会議案の9ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算のうち、第9巻警察費の補正額は1,415万1,000円の減額であります。補正の主な内訳は、車両や駐在所用防犯カメラの整備に要する経費のほか、警察活動経費に対応する国庫補助金の減額に伴う調整等であります。次に14ページをご覧ください。第3票債務負担行為補正の1追加についてでありますが、一番下の運転者管理システムネットワーク回線利用契約につきまして、年度内に契約の準備期間を確保する必要があるため、債務負担行為を設定するものであります。以上で警察本部関係議案の説明を終わります。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。次に交通政策局長の説明を求めます。太田交通政策局長。交通政策局関係の議案につきましてご説明申し上げます。議案書の14ページをご覧ください。第109号議案、令和6年度新潟県一般会計補正予算のうち、第3票債務負担行為補正の1追加でございますが、交通政策局関係は下から2番目の港湾施設改良統合補助費工事請負契約について、新潟港と岩船港の岸壁整備のため債務負担行為を追加するものでございます。次に17ページをお開き願います。第115号議案、令和6年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算についてでありますが、港湾施設の維持補修等に対応するため、歳入歳出それぞれ
2億5345万4000円の増額をお諮りするものでございます。以上で交通政策局関係の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。